高騰の虎たちは劉表を城陽から追うことに成功した。この時孫権は若い世代の勇飛を確信、長子孫策に家督を譲る。戸惑う孫策、しかし孫権はその大気たるを見定めていた。6年前、領州で偏将関水らが蜂起、朝廷は董卓にその鎮圧を命じる。しかし董卓はこれに苦戦、朝廷は孫権に董卓の支援を要請した。ここで功を挙げれば朝廷にも孫家の武勇が認められる。孫権は要請を快諾すると自身の子らを連れて軍を進めた。高騰の虎孫権、勇猛にして快活なる長子孫策、底知れぬ大気を秘める次子孫権、そして愛娘孫昭公。今を遡ること6年前、虎の親子は領州をかけた。孫忠謀、この天下を新たなものとせん。何をグズグズしておる、さっさと出陣せんか。戦場にご子息だけでなくご息女まで、さすが武門の方々は違いますな。これが戦場なのね。大丈夫、全然怖くなんかないわ。私だって孫家の娘だもの。しっかり戦って武を示してみせるわ。姫様は戦場に出ると言って聞きません。孫権様は笑ってお許しになられましたが、万一大きな傷でも作られたらと心配です。私が必ず姫様をお守りします。親父、この戦何なんだ。俺たちはあの董卓なんてやつを手伝うのかよ。あいつ自分の兵を出し渋ってんだぜ。戦う気なんてこれっぽっちもありゃしねえ。そう言うな。領州の言う偏将関水を退ける、それは洛陽から命じられたことだ。なるほど、洛陽、つまりは帝の命と同じことなのですね。うん、剣の言う通りだ。故に我ら官室の部門として戦うのみ。ち、なんだ、親父も剣も堅苦しいぜ。ああ、いい、董卓のことは忘れるぜ。俺たちはただ戦って、そして勝つだけだ。それでいい、策、それこそが我らの本分だからな。さあ行くとしよう。孫家の武、領州に刻んでやるのだ。我々は三方から敵を攻め立てる。今度の戦、孫昭の武人たちに見せてやろう。剣は左、双方は右の敵に当たれ。策は俺と中央の敵を叩くぞ。というのに、イノシシの者が出しゃばりよって。第二陣、決める。陣を開始せよ。戦力を正面に集中させて突破するぞ。ここで決める。力を一点に集中する。正面からの力をせよ。こちらが不利となる。よし、腕と策で敵の攻めを受け止める。この
間に剣と将校は敵の裏へ回り込む。我が知略だけでは挽回できるか。守りに
本陣を落とされるわけにはいかない。我ら孫家の力で敵を駆逐しなくては。我ら虎の血よ。お見事。やっぱやでも真似できませんな。いざ魔法器が相手となろう。君みたいな子と戦うなんて、乱世って本当に悲しいよ。なんだか変わった感じの人ね。でも手加減はしないわよ。蓮心、いつも妹が世話をかけるわけ。どの役だろうが、よろしく。俺の名はバタイ。会えて嬉しいよ。よし、ここらでよかろう。一度身を潜めるぞ。なんと、いい働きだ。普段は目立たぬお前も戦場では頼もしいな。殿、ありがとうございます。やっぱり俺ダメ、もう一つませんか。俺が死がを置いてしまう。行くしかない時は液晶打ち取ったり。わしに逆らう者を皆殺しにするのだ。全軍敵本陣へ進め。目立ってらっしゃる。奥義診察。ねえ、これで勝ったと思うなよ。これで帝もご安心召されるであろうな。